新大阪連絡線は、淡路駅から新大阪駅13駅間及び、新大阪駅神崎川駅間を結ぶ計画だった、阪急電鉄の鉄道路線。2016年現在、同社は新大阪駅13駅間の第一種鉄道事業許可を保有している。阪急電鉄は、当時深刻さを増していた、梅田近辺の混雑緩和と急極線が続く。 京都本線総前寺駅付近のバイパス及び開業が近づいていた東海道新幹線へのアクセス機能を兼ねた新線を計画し、1961年に事業免許を取得し、用地の買収や準備工事にも取り掛かっていた。1964年に開業した東海道新幹線や、引き続き工事が行われた山陽新幹線の高架橋脚にも、 新大阪連絡船の開業に備えて、橋脚を斜めに配置するなどの準備がなされた。宝塚本線との分岐付近から新大阪駅までの新幹線並行区間も東西に細長く、用地買収が行われている。計画では、京都本線の特急や急行を新大阪経由に移し、総前寺周りは普通列車専用とする予定であった。しかし、 新幹線の博多駅延伸後も建設計画は一向に進展しなかった。新大阪駅付近の開発が遅れ、建設の意義が薄れたことが主な原因である。また、建設のためには13、淡路両駅の高架化が必要であるが、全く進捗しなかったことも足踏みの原因となった。もともと、京都本線は天神橋駅が起点であり、淡路駅13駅間は、 千里山線であり、支線に過ぎなかった。そこで当初は、優等列車を、梅田駅京都方面間に直通させることを、念頭にこの路線が計画された。用地買収の遅れと、その頓挫により、阪急電鉄は、淡路駅13駅間の高規格化の実現及び13駅、梅田駅間の3副線化と梅田駅の京都本線ホームの拡充3線化に着手し、 梅田駅京都方面間を優等列車も含み、全列車直通させることとなった。1989年の海輸政策審議会、等身第10号では13淡時間が平成17年までに工事を着手することが適当な区間とされたものの、着手への動きがないままであった。ようやく淡路駅の高架化計画が動き始めたものの、 その計画図には新大阪線の分岐はなく、もはや断念したも、同然の状態となっていたが、2002年12月6日に、阪急電鉄は新大阪淡路間と神崎側から、新大阪間の事業許可廃止申請を提出し、2003年3月1日に、両区間が正式に廃止となった。これにより、事業許可が有効なのは13新大阪間のみとなった。残る。 同区間は阪急各線からすると乗り換えを要する視線に過ぎず利便性が高まらないとの見方もある。この区間において阪急はすでに8割の用地を取得済みであり、何はす自線などの進捗を見て最終的な処置を判断することになったが、13駅付近で一部の敷地を他社に売却しており、現実的に建設することは不可能であろうと見られていた。 しかし、2006年5月、阪急ホールディングスの住み夫社長が、阪神電気鉄道との経営統合に関連して、新大阪、13、北ヤード、二周目田をつなぐ路線も可能とコメントし、2004年10月の近畿地方交通審議会答申第8号に、阪急電鉄と大阪市の提案により、中長期的に望まれる鉄道ネットワークを構成する。 新たな路線として盛り込まれ、大阪市向3号線の延伸 13.2.9km と合わせて1本の路線として建設することを示唆した。ちなみに、新大阪連絡線自体は、東身路線には盛り込まれなかったが、参考資料である路線評価一覧表によると、開業30年間の費用対効果は1を超え、採算性についてもインフラ部の資金負担を負わなければ、 開業40年で営業主体が黒字となる営評価であった。なお、同年2月には新大阪駅付近の用地を利用した JR 東海による新幹線ホームの増設に協力することを表明している。12月8日には阪急電鉄大阪市国土交通省が都市鉄道等利便増進法に基づいて、 大阪市営地下鉄四つ橋線の西梅田13県の新線に関する原案を固めた。建設主体を鉄道建設、運輸施設整備支援機構が行い、営業が阪急と大阪市に委ねられる。新駅は梅田貨物駅跡地再開発地域の中央に建設される。また、これと同時に別計画の新大阪連絡線との相互乗り入れの可能性についても報道された。 これを受けて、阪急阪神ホールディングスの各社長は、北ヤード日記工事の完成に合わせて、西梅田、北ヤード13新大阪間を同時に開業させたいとの意向を明らかにした。ただし、大阪市営地下鉄四つ橋線の西梅田駅と、阪神電気鉄道の梅田駅の水道の深さが同じであり、営業しながらの延伸は実質不可能であり、かつ地盤も軟弱なため、 工事は難航が予想される。2008年4月10日には国土交通省による速達性向上施策における事業スキームの検討に関する調査結果引く2週目だ13連絡線の事業実現化方策に係る深度化調査マイナスが発表されたが整備計画案では新大阪連絡線についても合わせて検討され2週目だ13連絡線2週目だ 13連絡線新大阪連絡線の、いずれのケースでも良好な事業性が確認された。なお、13駅は、地下、新大阪駅ホームは、地下、地上、高架の3案が提示されている。また、13新大阪間の建設費は、全線地下で400億円、一部高架の場合350億円、一部地平の場合330億円と試算されている。なお、 新大阪駅のホームが高架に決定した場合、地下鉄未動筋線のホームに隣接しての設置になると思われるが、すでにこの用地の一部は新幹線ホームの増設に使用されたほか、新幹線ホームに隣接した複合ビル、新大阪阪急ビルが阪急電鉄により建設されている。2012年には、何は筋線に代わる新大阪関西空港間の アクセスルートの一部として検討されていると報じられる。2017年3月に報道各社により何は筋線建設について関係機関の合意がなされたとの報道があったが、その中に阪急13駅と北梅田駅を結ぶ新路線について言及があったものの、新大阪連絡線との関係性は明らかではない。5月には阪急阪神ホールディングスが 13駅と JR、新大阪駅を結ぶ新大阪駅連絡線の実現を2025年度までの長期計画に盛り込んだとの報道があった。2019年10月23日には阪急が、何は筋連絡線との一体整備を前提として、JR 西日本、南海電鉄、大阪府、大阪市と協議を実施する方向で調整を。 しているとの報道があり、2020年2月5日には、競技を始めたことが報じられた。阪急各線から新大阪駅へのアクセスは長らく、不便で、一旦、梅田駅へ出て、大阪駅から JR 京都線へ、もしくは、梅田駅、または、南方駅から地下鉄三動筋線に乗り換えるか、各駅からのバスに頼る必要があった。阪急京都線。 地里線は2019年3月16日より、淡路駅から新大阪駅に発着する JR 大阪東線の JR 淡路駅への乗り換えが可能となった。なお、淡路近辺では地元住民からの強い要望を受け、2006年5月13日から特定非営利活動法人地域交通まちづくり協会が阪急バスに運行を委託する形で新大阪、淡路間で 小型車によるバス路線が運行されていたが、採算性の問題により運行開始から2年も経たないうちに廃止となった。ありがとうございます。